天当選開封のギー当たったよ当たったよこれはですねえーカタログギフトで選んだメロンじゃんパチンこれどのカタログかもねちょっと何のカタログえって 多分、北海道のやつかな。ちょっと、あんまりなんか、はっきりと、これだとか言って、外れたら嫌なので、名言は避けますけど、メロン祭りとか言ってたでしょ今年の夏はメロン祭りだみたいな。じゃん。おぉうんすげえメロンの匂い おお。おお、これ、これ。あ、メロンの、食べ頃とか書いてある。やばっ。こ、こ、これメロン、も収穫。っていうか、あの、メロン。取ったことあるんだけど。メロン、メロンね。あのー。結構、こ。これ、お、重いのが。ぶら下がってる感じ。 この網の目がどうすどうあなんか重いわやばいこれちょっと重い重くてちょっと持てないちょ,ち,ょちょっとやばいこれやばいっあっ重いえどうなってたかなメロンメロン畑ってこれなんかこの網目が ウイーってなってるやつの方が甘いとかなんとか聞いたことがあるんだけどメロンね実際自分で食べて味がどうだとかやらないか分かんないなうんこれ届きましたはいえーフラのプレゼンツってかあこれは北海道のカタログギフトで言うと北海道のあの 何の,やつですなんのって言われると口で説明するよりもそのカタログをね出してこれっつってやった方がいいんだけどそんなに理想的に出てこないなの意外とさっ,きさっき見かけたんだけどさっき見かけたんだけどさっき見かけたんだけどどこなんか,なんかさっきその辺を片付けた時にカタログがあって あ,あこれ、カタログギフトの選んだやつだ、みたいな感じで、ちょっと、どけただけに、悔しいぞ。今、今、それを探してるっていう、ついさっき見かけたんだけど、ついさっき見かけたってことは、ここ、この上かな。あやう。あやう。まあ、あの、なんかね、コカ・コーラの検証で、こ,こ 北海道のやつと九州のやつを選ぶっていうミッションのカタログギフトえー、な7つ星だっけななんかちょっと名前が覚えてないんですけどそれのカタログギフトのちょっと本当に悔しいさっき見,つけ見かけたのに今そのカタログギフトがないないあれどこ行ったかなマジにあのカタログギフトだよ あるか何すったって今自分のことに100%集中できないんでまあ世の中のお母様方は同じだと思いますわこれ年齢が低ければ低いほどそして反抗期とされる年代の子供のであるかないかでまた違ってくると思うんですけどまあ大変結構ね大変だよ うん、でまあそのカタログから選んだわけですよ。なんかカタログギフトってどれが一番得なのかが分かんなくて結局なんかね、いろいろなんか北海道のやつは結構高そうなやつがいっぱいあってどれが一番得なのかなとか思いながらまあまあいいカタログギフトは、ね、1万3000円相当かなな,なんか結構高いやつですよ。 こんななんかメロンが2個入ってるなんでね、結構なやつですよ、これ。これ多分、えー、キング、んー、なんだろう、うルビー。なんつったって光って見えないっていうね。って書いてあるから、多分これが、えー、赤いやつで、こっちが、あの、えー、緑のやつ。赤、赤、赤、ちょっと待って、赤と緑じゃなくて、オレンジと、 え緑みたいな感じだと思う。こないだもうメロン当たったでしょあのメロンと同じような感じだと思うよ。またメロンだよ。また。まあでもこれは意図的にメロンを選んで、えー、この日にちを、だいたい何日みたいな感じでできたような気がする。えー、ちょっと待ってメロンだから、そ、う、の、ん、うーん、予告なし、よく、だいたい何月から何月みたいな感じで書いてあったような気がします。 うーんなんかちゃんとメロン届いてよかったですこれさくらんぼはね今年のなんか雨の影響かな豪雨の影響みたいな感じでちょっと不作だったらしいですけどメロンは大丈夫みたいな、まあ、まあメロンはハウスだからねまあ実際に行ったことあるんですけど赤肉が青肉っつんだ青なんだへえオレンジと緑だと思うんだけど食べ頃ろ 何回聞いてもよくわかんない。な、なんつったって私はメロンが好きじゃないからです。うん。いや別にメロンの食べ頃でメロンを食べようが、どうだかろうが、味がわかんないっていうか、食べたくないっていうさ、うん、いるんだよ、メロンがそんな好きじゃない人が。でも、これくらいなんかちゃんとした立派なメロンだっつうことは言いたいわけですよ。あの。 なん,なんとかの,あの株、ね、ベルクアースの株主ユータみたいこれこれがなんかもう明らかになんかもう,えそうスーパーでさ500円ぐらいで投げ売りしてるようななんかこうもう切りの箱じゃないにしてもこうやってなんか2個があれじゃなくてもうっつけで2個になんかすごい残念な画像がたくさん検索すれば出てくると思いますよ。あれをね メロンがとか書かれると「ちあんた他に食べたことないのちゃんとしたメロン」って思っちゃったんだよそれを口に出すとすっごいなんかあの攻撃されるか怖いわマジにもうあなたにはあ裸の王様かお前はって思ったもんえっえっ正直なこと言っちゃいけないの今の今この 勝手に YouTube をやってですね一人で好きかって言ったらこのポジションは最高だってさあの三ツ星ファームとかナッシュとか別に私お,お金払って買ってるんで初回限定とかっていうのはあるけれどもお金払ってるんでであのモニターとかじゃないんでいいことばっかり言わなきゃいけないっていうそういうあれじゃないからさ自由だよまずーとかさ 冷たとか電気代がとかあの、うん、言い放っちゃってるんでね。楽よモニターとか言っても、あの、大体私があの悪いこと言わないで絶賛してるやつっていうのは、あの、なんか、あー、なるほどみたいな、大人のあれだよ、みたいな感じで思っていただあと画面のところに、ここら辺にちょろっと映るやつとかも、ステマとかそういうわけじゃないんだよ。単純に出しっぱなしだだけ。 なんか最近なんかここら辺片付けて、ここら辺に出しっぱなしなだけ。はい。さっき、さっきの動画かなんかで映って、さっきかなんかちょっとわかんないけど、いつの動画になるかわかんないけど、に映ってた、この辺も、さっきまであの頑張って検証ハグ機会ってて、の、あれ、また月末になってくると、もう手を出さない感じかな。今、宅配の、宅配のじゃない、冷凍弁当を頼んでるんで、 無理に外に買いに行かなくても、まあなんとかなるよね、みたいな。ただ生野菜とか食べた方がいいよね、みたいな。買いに行きたいね、みたいな感じなんだけど。あーでもあれか。この間ベルクで買ったやつがあるけど、それを出してないだけか。レタス買ったか。レタスみたいなやつ。あれ何レタスっていうのうーん。なんか、サンチョみたいなやつ。サニーレタスじゃないけど、なんちゃらレタスとかいう。あのなんかよくわかんないレタス。 なんか山中みたいなやつのレータスみたいなやつ。あれはちょっとあるんですけど、なんかちょっとすっかり忘れ,忘れてたあいつの存在を、やばいです。ただ冷蔵庫の中に閉まってあるんで、まあ大丈夫。かもしれないぐらいにしとクか。うん。買い物に行けてないので、新たな。ベルクもね、ちょっと今、あの、大ドのコラボのやつとかもあるんだけど、でもなー うーんあれね皿がね大道の皿って料理をのせて難しいんだよねあの武蔵野森コーヒー店の何ていうのかなは大,大道じゃないのあのお皿を使ってるんだけどまあ上手になんか活かせるような盛り付けだったりとかするんだけど一般家庭でなかなかあれあの原色みたいな色に合わすのは難しいかなみたいな。 ベルクの検証はですね、多分、ベルクマジイライラするわ。まだブログも書けてなくて、店内に結構、あのー、散りばめられてるの。で、ウェブ応募が結構多くて、あのー、結構疲れた。疲れる。で、ハガキだと思うんだよね。あのー、うん。 大道のやつはベルク検証で多分トラタヌかなんかがまとめてるような気がするんだけどベルクのホームページに行けばあるかしらかしらスーパー夏祭りとかああ楽園吉本とかイベントイベントいいんだわ ベルクのうなぎを、えー、私、川越の名店、一野江のうなぎ、川越のうなぎ嫌だなすごい、すごいベルクのうなぎは美味しい。やばやばちょっとゴミ捨てちゃったわ、私。ベルクのうなぎ買ったあの、ベルクでうなぎ買ったのよ。川捨てちゃったわ、ベルクのうなぎ。美味しい。 でや,やればいいって書いてある。ちょっと待って、ベルクの方式ツイッター一の屋お食事系。一の屋なんか行かねえ川越の。ああ、こういうね、嫌だねって思うやつほど当たったりとかするんだよ。うん、川越の名店、一の屋。うわあ、川越のね名店。なんかちょっと、あの、わかる方いますか川越のうなぎ。川越のうなぎ屋で、家族は、なんかあの、なんだ えっと、親子丼を食って、自分だけうなぎの一番安いさ、なんか、あの、うな丼みたいの頼んで、山椒を、なんか、ちょうなぎをぺりってめくって、ご飯に山椒かけんだって、して食べたら、すっごい美味しいって言ってた。なんか、うなぎを引っ張らして、山椒を飯にかけて、食ったらうまいっていう食べ方、 いやーおぞましいやあとか言って言って、私の友達とそれをなんかリアルで見ながら、肝、食べ方おぞましいやあって、何それうなぎを一回引っぺらして山椒、そんな食べ方初めて知りましたいやー私そもそも山椒って嫌いだからさ、多分、多分苦手な香辛料みたいな感じのあれだから、ちょっと多分山椒は一生使わないと思うんだけど、 一回も使ったことなくて、でもあの匂いがもう無理だから、それ、うなぎ、うえっていうかその前に、なんで家族は親子丼なんだよみたいな。鳥、鳥。家族は鳥で、なんでお前だけうなぎ食ってんだよみたいな。いや、でも家族全員でうなぎ食ったら金払えないから、親子丼なのみたいな。なんかいろいろも,もやもやしたんだよな。それ多分ね、七内じゃないのじゃなかったらそんなにどやらないでしょ。なんかうなぎ。 あれ、川越だったと思うよ。川越の。いやー、まじトラウマだわ。ちょっとこれ、これちょっとあ、ベルクのホームページで見ていただければ、ほろーリツイートでいいみたいですよ。え、ね、ツイ X キャンペーンって書いてあって、ベルクのうなぎは美味しいって書いて、で私ちょうどさ、ベルクのうなぎ食べたばっかりでさ、いや、あの、捨てちゃったんだよ、うなぎのね。ベルクで買ったやつ。あ、でも、ベルクの鹿児島産うなぎのこと言ってんのかな はあ、なんかね、ベルクの中国産うなぎを食べましたよ。さっき、ちょっとだけ。で、中国産のうなぎって当たりと外れが激しいんだけど、国産のうなぎが高すぎて、中国産のうなぎが安すぎて、で、どちらかというと中国産の方が、ちょっとなんかね、ふっくらしてて、なんか、うーん、まずいと思う人は、あと骨がいっぱい、 くっといのがあるのはまずいんだけどまあいいんじゃないのみたいなあのタレさえしっかりすればまあ美味しいかなみたいなあの国産のうなぎは結構あの何ていうのなんだろう身がまあ高いやつやないとなかなか身もふっくらしたやつはちょっと買えないんでしょう。2000 500円ぐらいするんじゃないかな。ベルクは2300円ぐらいかな。うん、安くても2000円はするんで、ちょっとって思いますわ。うん、ね。山田のうなぎっていうのが、稲毛屋の検証で商品だったんですけど、あれはね、なんか、なんか、うなぎ、本日限り3割引きとかなんとこで1700いくらで、ね、買ったりとかして、家族3人なんだけど、に、 2尾っていうのがう,うなぎであのこう,うまいこと3等分切ってちょうど尻尾と真ん中とが均等になるように「まあ、1人1匹食べれればいいんだけどね」みたいな感じで言いながら「ちょっと1人1匹はちょっと高,高いでしょう」みたいな「それを悩みながらあの食べるんだよね」なんか言っておりました。あそういえばあれか 7月24日、土曜の牛の日です。土曜じゃないのに、土曜の牛の日。土曜が違うんです。土曜日の土曜じゃなくて、牛っていうさ、あの、な,なんていうの。あの牛でもない、あの牛。あの、牛年の牛。牛年の牛はあれなんだよ。牛。牛の国の。いや、なんかさ、あの、異常に、小学校受験とかは、あの、えとのやつ、10とか12死とか、 あれを覚えさせられたりとかして、あのー、やるんですよ。なんで俺覚えなきゃいけねえのみたいな感じなんだけど、まあでも一般常識としてですね、12時ぐらい知らないと、やべえんじゃねえのっていうところなんだけど、でもね、小学校受験ぐらいで頑張ってやったことなんて、多分大人になった時には忘れてると思う。悲しいですよ。 勉強しても子供、あまりにも子供すぎると覚えてないっていうね。それが潜在意識として残ってるか、残ってないかも微妙かな。うん。って感じですね。はい。で、えー、7月29日はベルクのカレーの日。カレーを食べて秋葉原カリガリに行こう。行こうが多いな、これ。秋葉原カリガリ。何これ。 秋葉原カリガリ別にこれ、いくらの券なんだ ?4000 円 ?1 個あたり4000円相当。えー、自家製ピクルスあの、ベルクのホームページ見ながら言ってます。あーあと、これこれあの、パリこれはね、見つけたパリあベルクのカリカリカリガリはこれね。絶対やでしょ、こんなカレー。あ、カレーもあんま好きじゃない私。<laughs> はい。 で、コカ・コーラ商品を飲んで応援しよう、応募しよう、パリ2024オリンピック応援キャンペーン。これね、なんか商品券が1万円で、あとは、なんかバスタオルと、コカ・コーラのバスタオルって結構いい感じですよ。使いやすくて、すごいなんかね、いい感じですよ。はい。で、これ、八村瑠偉選手、これ絶対いらんでしょうって思うけど、意外とね、 バスケットボールの方が多分当たるような気がする。だっていらんでしょあ、私ね、バスケットボール当たって持ってんだよ。あと、あの、靴。靴。この人の靴。サイン書いてあった靴。だから絶対こっち、あの、人数が少ないけど、絶対欲しいっていう人の方が少ないから、少ないですか私は絶対いらないんですけどね。あ靴とかどうすんのって感じなんだけど、あの、ちょっと前に、 アルプスでやってた。確か去年ぐらいにやってたアルプスの継承で、あの、当ててるんですよ。もうん、マジに靴とか、いらないでしょう。うん。で、これ、あんまでかい声で言えないんだよ。なぜならば。言えないんですよ。の、あとあの、バット当たったとかさ、なんか、なん,かなんとかのバット当たったとか、だっていらないじゃん。そうすると、薬浴とかでさ、ちょっと、 なんとかしたいじゃんって思った時に、あいつのとかしてアカウントが特定されたくないから、ここだけの話ですよ。ま、気持ち悪いやつがいたんだよ、マジに。人のさ、アカウントで、なんか、いちいち違反報告かなんかやって、その違反報告、報告の ID が、監視してますで日付。もうなんか無限に毎日アカウント作って、 ブロックしてもブロックしても湧いてくるっていう気持ち悪い奴がいたんだよ。マジに。本当に気持ち悪いよ。今はさすがになんかそういうことをやってると IP アドレスとかがそのヤフオクとか、まあ、メルカリとかそういうのでなんかあのブロックされれば湧いて出れないみたいな。今あれでしょヤフーのフリーアカウントとかも LINE に紐付けないと作れないとかそういう感じになってきたんでしょもうちょっとだんだんなんか 時代がね、だいぶ追いついてきたよね、デジタルに。気持ち悪いやつとかは嫌がらせどうするんだろうね、もう。嫌がらせを生きがいとしてる奴っているからさ、ほんと気持ち悪いの。私ね、いいなの。もうそういうの一通り経験したんで、もう今、怖いものないの。そこぐらいまで言ってるから別に。あの、家に知らないやつがピンポンで来たとしても、多分怖くない。うん。多分怖くない。 もう慣れた。あの、人ってなんかだんだん体制ができ,できてくんの。あの、嫌なこととか怖いこととかあったら、いや、キモ、これ以上キモいことってないわ、ぐらいな感じの、もうありえないことぐらいが起こると、もうなんかだんだん動じなくなってくるの。慣れてくんの。だから、あの、響かなくなるの。だから嫌がらせも、あの、それ以上やると、自分が捕まるリスクがあるから気をつけた方がいいしね。 あの、嫌がらせで、最初はね、聞いて、聞くんで、相手に対して、うわ、嫌だって思わせることはできるけど、相手が慣れてきたら、もう、やる、やっただけ、あの、自分が今度捕まるリスクがあるから、やめた方がいいぞっていうことですね。うん。で、あの、この辺、野菜の中身、こういう検証のね、あれがね、全部ビラーって店内にあるわけですよ。で、これは、な、これは何、何お食事件って、あの、 これあの、エビスかなんかの、ちゅう、あの、小籠包の店かな小籠包焼き小籠包とか、その辺の店かなあまあ、いろいろありましたわ。プチットうどんとか。ほとんどがウェブなんで、このお宝プレゼントとただね、お宝プレゼントの宝酒造のやつも店によるんでしょうけれども、あの、なんか、ちょうどバシッとこう、500円のやつがなかなかなくて。まあでも、梅酒とか、宝酒造の焼酎とか、 飲む人だったら500円バシッとで買えるかもしれないけど私は料理のためのお酒ぐらいしか買わないんで酒飲まないからあれなんですよね。うん。あとこれ,これもあるね。これちょっとハードル高いんだよなんか。あの、山木と山里と間違いないようにもうこの辺がもう本当に商標登録とかさなんかさもうこういうのこそ裁判してもう紛らわしいのやめてみたいな。 山木と山ーもマジにマジわかんない。で、同じような商品、類似商品とかがいっぱいあるから、もうこういうのも企業でバチバチに戦っていただいてですね、似たようなものを作るなとしていただいた方が私なんかはいいかなと思ってますね。うん。これはベルクとフジパンこれ別にベルクとフジパンじゃなくてもいいんじゃないの フジパンを買って、なんかすっげえいっぱいいろいろあるけど、こんなにできねえぜ。あ、これこれこれ。ル・クルーゼ。だからこの皿なんだけど、まあ、これ、まあ、よく当たったけどさ、あの、よくぶっ壊されたわ。あいつはなんか私のものをぶっ壊すみたいな感じなのかな。大豆ド,ドリンクを含む300円で、ね、去年は確かこれで、あの、 クッキーだったよーだったゴィバあの、ゴーティーバーのクッキーの時も当ててるんですけど、これ系の皿。まあ、この皿ね、この限定カラーとかいいやつ。これとかこれ。これなんかよくぶっ壊されたよ。うん。これは持ってないね。あと、ちっこいやつの2つセットのやつとか。これはね、料理に合わせづらいわ。うん。100名様に当たります。 選べるんですかねこれね、勝手に来るっていうタイプなのかなウェブで応募できるんだったらね、ハガキがなくてもいいんだけど、ウェブを、あの、ウェブっていうか、私はハガキを見つけてないので、詳細は、テント応募ハガキにてご確認ください。だから、テント応募ハガキがねえんだって。うん。で、ないときは、もうしょうがないんで、ここで確認してですね、あの、普通の、普通のハガキで、 完成はってやつですねあれにここの、えーまあ、住所書いて応募してレシート貼って応募すればまあ OK です、まあ、分わかんない時はここのお客様相談室大道ドリンクを電話かけてお客様相談室聞けば大体いいあのハガキないんですけどって言われたらハガキない場合はあの 普通のハガキに書いて、必要事項を書いて送っていただければ抽選に。あの、店頭のハガキじゃないと当たりやすくないとか当たるとかそういうのは関係ないですとかなんか言われるから普通にハガキで書いていただいて送っていただいてレシートちゃんとあって,ていただければ OK ですとかなんか言われるからさ。うん。はい。で、そうやってなんか思ってるとなんかメルカリとかヤフオクとかで 20倍、300円とかで売ってるんだよ。ふざけんなよって。うん。必ずもらえるコース。あー必ず抽選で当たるコース。すっごいいっぱい検証あるね。で、サントリーとかは結構ウェブ応募とか、えあのー、結構ね、あるんですけどね。これね、ベルク専用クオカードペイ。はクオカードペイはあのベルクで使えるんですね。50円プレゼント。 え、対象商品を12本ごとに、ベルク専用、クオ・カード・ペイ、96本買って、600円もらえるんだ。96本って言ったら、1本、100円はしないにしても、7、8000円買ったら600円もらえるっていう、そんな感じですか。うん、率悪いですね。それよりも対象商品1本を含む2000円。これ絶対 ーがいいじゃんねねこれね <laughs> ナイストリップ 4, 4万円分って書いてあるよこれ Web で応募できるよこれ1本で私はですねこれ応募する時に飲料は飲料は飲料メーカーと被らないようにしてるんですよだからさっきコカ・コーラの、えー、検証あったじゃないですかだからコカ・コーラはコカ・コーラであの 集中したいって感じ。コカ・コーラにサントリー混ぜるのはちょっとなとか、あと大道ド,ドリンク混ぜるのはちょっとなとか、ちょっと意識するかな。飲料は特にバチバチなような気がするんでね。なんか私はそこを一応は気にはしてますね。なんかキリンとサントリーとか仲悪そうじゃん、なんとなく。コカ・コーラとサントリーも仲悪そうじゃん。単純にサントリーが嫌いだから全部敵だと思ってるんだけど、もうコカ・コーラも今、あのー、 緑茶とかも、まあ、いっぱい出してるんで、お酒ぐらいまで出しちゃってるんで、多分、飲料と飲料はちょっとなって思うんですね。だからもう、あの、おのずと何っていうのが決まっちゃうような。ただ、検証は感情無用なんで、やってみなきゃわかんない。私は気持ち的に、競合他社のものを、 含んで、これもあれもってやって、あの、2頭を産むのを1頭も得ずみたいな状態が嫌なので、いつも、じゃあサントリーがあります、コカ・コーラもあります、じゃあ、どっちかにしようみたいな感じでコーラの本を選んで、当ててるっていうパターンですね。うん。で、まあ、サントリーを応募するんだったらサントリーの本で、特許語、他社のやつは買わない。えー、例えばですね、こちら、の、推し活キャンペーンとかいうやつは、これはポカリなんですよ。 まあ飲料っつってもこう大塚製薬だからうーんってちょっと悩むんですけどでもやっぱり飲料は飲料だからとりあえずこの推し活の方に応募するんだったら推し活の方なんかもううなぎでも1個買えば1500円ぐらいは行くんでまあ推し活の方に応募するかあのこっちのあのサントリーの方に応募するかルクローゼの方に応募するかダイロードの方に応募するか コカ・コーラはコカ・コーラをガチに買わないと応募できないんで、まあ、組み合わせ考えたりとかしますね。一応は、飲料は、うん、なんか競合他社のやつを、なんか,か、かひからめて、何個も、幾重にも応募して、幾重に待てようみたいな感じでは、ちょっと、ちょっと、やめてるかなっていう、そんな感じです。今まで、 まあそんな人生そこまで,で、10個ぐらいさ、絡めて応募して10個全部当たりましたとかっていうのも、やってみなきゃ分かんないっちゃ分かんないけど、やらないで無難にスコーンって当ててるんで、まあそれはそれでいいかなみたいな。あんま欲張りのも良くないんじゃないのって。あなんかあの、あんじゃそういうなんか、なんていうの、ことわざみたいなやつ。うん。 とりあえず何でもかんでも欲しがると「くれ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 」自分も嫌じゃんなんとなく「くれ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 って言われてあげたくなくなっちゃうじゃん別にあげても全然いいんですよ別にって思っててもあんまくれくれ言われるのっていい気もしないじゃんなんか検証的にもそんな感じなんじゃないかなと集中した方がいいんじゃないかなっていう考えは一応そういうタイプです。から あとは、まあ、絡めても、支障がなさそうなやつは絡めた方がお得だと思うんですけれども、最近私ね、理解できなくて自分の脳が追いついてこないんだよ。いろんな形状絡めて、それ理想にね、10個ぐらいかか絡めて、1個のね、レシートでズボーンって全部最後の吉本のなんちゃらのライブまで応募できればさ、気持ちいいんだろうけど、できないのよ。そこまで覚えきれないのよ。なかなか、そこまでやり こなせないの、なんか、能力が低くなってるから、単純にいこうかなと思って。<laughs> はい。単純に能力の問題です。もうそこまで自分でやりきれてないっていうところがございましてね。うん。お前が <laughs>、そう、そういう問題だけか、みたいな。であとこ、これも、この、あんたのこと、寿司の子になってやる意味がわかんねえ。 言ってることが意味わ変わんないなとか思いながら、いちいちこんなことをね、考えて。寿司の子、推しの子、キャンペーン、これ、おた、おたずようですかみたいな。これ多分、うん、全国でやってる検証だと思うんですよ。ベルクじゃなくて。え、なくなり次第、終了となります。え、こんなのなんか、え、これパッケージを求めて買うのでも寿司の子なんかずっと取っといたら、カチカチになんぜ。カチカチに。え、カチカチに。え、カチカチえあー。 うじえスーパー、イブリー、カインズ、共同組合、ハニー、サンエイ、ナイス、ヨークベニマル、山マベルク、平和堂あ,あんま売ってないんだ。えー、え、コンビニエンスストア、ファミリーマートって書いてあるけど、全然欲しくないもんだって、これ。この、寿司の子、推しの子限定パッケージ。だって使ったらさ、意味ねえじゃん。だからえ、使わないで取っとくのかな。 使わないで取っとくと寿司の子ってカチカチなんだよ。カチカチに。いや、わかる人いますか私、寿司の子買って、一年ぐらい忘れてて、そのまま放置してるやつとかも、賞味期限とかも得に切れて、あ、やべえこれって思ったやつ、カチカチになってたような気がするんだけど。いや、使わなかったら大丈夫なのかなうん、でもいらないよね。あの、もうね、物を貯めることとか、コレクションは、うん。 はっきりとてやめた方がいいです。あの、そんなね、死んだ先まで持っていけないからね、家族が大迷惑するからのコレクション。なんか、いっぱいいろんなものを集めて、1己万であれするんだったら、物はね、あんまり残さない方がいいですね。うん。え、これは何サントリーポップソーダと、めちゃ楽アイスの素、50円分。必ず50円。いらんね。コールドアイスってこれ なんかね検証でね、えー、スーパーアルプスかなんかの検証でやりましたよこれ、ね、何が当たるかちょっと覚えてないんだけどはいあと推し活あとこれ SLSL、まあ、SL ももう一緒に行く年じゃないからさちょっともうあの体験型系はちうちはもう卒業ですねうんえー、あとどんなのもう、まあ、いっぱいあるあっ ベルク、タラミもやってるんだ、これ。これはね、ウェブ応募で、今見つけてるのは、サウアと、あと、ライフもやってます。これはね、ちょっといいですよ。うん。賞味期限は割と長いのと、あと、うん。あとは、なんか、小腹が空いた時にアイスを食うんだったら、ゼリーの方が全然カロリーが低いからです。であと、割と、なんか、 満足感もあったりとかするんでで、甘さも割と抑えられてて、あとね。弱った時にゼリーっていうのはあのいいので、これからあの夏風邪とか夏バテとかって、あのの対策用に買っておくのがいいんじゃねえかなと思います。はい、そんでんん。ちなみにタラミとタラミタラミどっちか分かりません。けれども、ライドは、えー、仲間だと。

食レポを20分ぐらいにして合計で1時間みたいな感じにしないと身が持たない時間がない頑張ってるはいなんか食レポが嫌い何こいつ食レポ7時楽しみしてたのにまた食ってるよってしっかり食いながらうるせえなって思ってる人もいるかもしれないんですけど新規開拓ね新規読者,読者層っていうの,あの新規リスナー開拓にまあ デート弁当のだってもうこんなのダの需要があんだよみたいなやつだからやるんだよだから逆転の発想ですはいでこちら最後ね最初からなんかこうビラビラさせてたよ気になる方がいらっしゃると思いますんで、えー、言っときますけれどもこれはイオングループハウスのまあこれも大体夏に去年の夏もこれありましたよイオンもひっからめていくらいくらいくらってやってると 何々含む3,500円みたいなでっかい、あの、金額のやつで、いろんなものを絡めていけば、まあこれも応募できるよね。あれも応募できるのあ、これもいけちゃうみたいな感じでできるんですけど、私これダイエーで見つけてきました。はい。ハウスのスパイスナンバーワンレシピ系キャンペーン。これですね、ハウスの商品1品を含む、えー、ここら辺、書いてあるんで、えー、5,000円以上とか、 1,000円以上とか500円とかなんか私のあれで去年おすすめして「これ当たった人いたよ」あ「あのオーブンレンジ当たりました」とかなんかやって来た方いたよ「すごーって「素晴らいとか言って言って「よびっくり!」っていやなんかあのこれでついでに買って応募したら当たったっつうと何かフルーチェかなんか買ってハウスってカレーばかりじゃなくて。 フルーチェでもいいんです。ただ、私、こないだの時は、テンパっちゃって、ハウスって言っカレーって、カレーってどこに売ってますかって聞いちゃったもんだから、カレーのコーナーのところで、えー、ハウスザカリのさ、あの、ブイヨンペーストみたいなやつ。ブイヨンペーストだけだったら100いくらで、安っこれで、やぼぼできるから、お得とかって思ったんですけど、いや、それよりも、もっとお得なのは、とんがりコーンとか、あと、プリン L とか、プリンミックスとか、 あれもハウスなのでいいでございますわよ。あと、からしとか、あと、胡椒とか高いかなうん。私はどちらかというと、胡椒は SB 派なんで、なんかハウスの、あの、粉々の胡椒はあんまり好きじゃないんだよね。うん、ということでですね、まあ、こういう検証もありまして、まあ、各スーパーですね、まあ、あるチョコあって、で、な、なかったとしても、 自分で調べてないなりになんとか一回行く買い物の時に検証ができるようにちょっと調べていくとよろしいかと思います。まあ、そこのスーパーで検証のハガキがなくてもですね最近はウェブ応募もできるしハガキがない時は自分であのハガキ白いハガキに自分で売ってるあの完成ハガキに書いて出せばいいっていうだけなんで あの、あのハがキかなかったら当たらないとかではないので、単純にあの、書くのがめんどくさいぐらいな感じだと思います。はい。あとはダウンロードとかもできたりとかするんでね。まあだ,いたいだんだんこれからウェブオ応募に変わってくると思うので、ウェブのですね、あの、応募の、あの今まで一回も当たったことがない人はね、何かしらつまずいてるんですよ。写真の撮り方が悪いとか、あの、 根本何か間違えてるところがあるんで、えー、今からですね、ウェブもできるように攻略していかないと時代に取り残されるでございます。はい。ということで本日もご視聴ありがとうございました。